準備できるのはここまでだ。安全にしてからバイル帝国へ出発しよう。ここの住人は国の戦争に巻き込まれただけなんだよな。もう終わらせてやんねえと。ありがとう。これが嫌われ薬なのね。不思議な感じ。これでやっと肩の荷が下りるわ。配送の仕事より楽だったな。後で隙を見て飲ませるわ。嫌われてしまうのは寂しいけど、きっとそれでいい。好かれるのは嬉しいことだけど、それに惑わされて自分が自分でなくなる感じが苦手なの。後で隙を見て飲ま、好かれるのは。何を立ち止まっている。ここまで来たら前に進むのみだ。やっと普通に入れるようになったんだな。やっと普通に入れるようになったんだな。後で隙を見て好かれるのは。ここの住民は国の戦争に巻き込まれただけなんだよな。もう終わらせ。ゆっくり準備できるのはここまでだ。万全にしてからバイル帝国へ出発しよう。こんにちは。新しい
しい商品が手に入ったのよ。これでますます強くなれちゃうかもしれないわね。サンキュまた、一
サンキュー。こんにちは。またサンキュー。バルダー関門前にベルトランドが軍を敷いているはずだ。まずはそこを目指すぞ。着いてからが本番だ。こんなところで体力を消耗するなよ。分かっている。今の俺が一番やっちゃいけないことは戦場を間違えることだからな。ラッキー。身のこなしは問題なさそうだな。当たり前です。足手まといになるためについてきたわけじゃありませんから。ちゃんと役に立ってみせます。あまり気負いすぎずいきましょう。体力は温存しておくべきです。分かっています。ラッキー。敵がいるわ。了解。取れないよ。当たり。制圧する。こっちだ。エネルギー残量不足。制圧する。まだまだいけますよ。
強い。視界からブラインドサイド不可能。警告、反応、活動停止。ラッキー。前方に構成反応を検知。気を抜くな。まだまだ出ますよね。これは無敵な感じしません？踏ん張れ。構成反応活動停止。始まってるんですか？はい、風火隊はもう攻撃を始めています。引き返すか？いいえ、ちゃんと最後まで戦います。レチシア様を処刑しようとしたり、いろんな町に迷惑かけたり、廃火病を流行させたり、許せない理由が多すぎますから。小型生体反応を検知。小型生体反応を検知。いい子だ。ラッキー。警告、エネルギー残量止め。こっちだ。これって無敵な感じしません？警告、ストレイヤーボイド。まだまだ行きますよね。構成反応、発動停止。よし、これって無敵な感じしません？耐えてみな。ここから東に行くと関門だ。ええ、見えてきたわ。ラッキー。警戒態勢を。まだまだ動かせない。発
起動。まだいける。耐えてみな。まだまだいけますよね。防御反応の消滅を確認。お待ちしておりました、レティシア様。状況は？帝都側からは大きな抵抗はありません。レティシア様の号令で王国軍すべてが帝都になだれ込みます。計画通り我々が先陣を切ります。非戦闘員への被害は最小限に。皇帝ボルドール、皇太子ゲラルト殿下、角と青白い肌を持つ3人は必ず確保します。よいに。オーシリアスの勇士たちよ、私に続きなさい。バイル城まで向かいます。帝国側の抵抗は苛烈を極める。天井まで一直線です。ここは決して降参。皇帝陛下を守れ。ゲラルト殿下を裏切ったオーシリアスの王女を滅ぼせ。落ち着ります。皇帝ハンド発動停止。警告、王権反応、発動停止。武器まだいける。ラッキー。警戒態勢。よっしゃ。ここで離れなきゃ。強制反応発動停止。これで死ぬ。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 なはんでは。まだいける。耐えてみな。発動停止。まだまだいけますよね。よー、片付いたか。あとは私に任せてもらおう。ラッキー。帝都に住んでる人たちは？我々がするべきは可能な限り早く戦闘を終結させること、それだけです。このまま帝城まで向かいます。無理はしないで。
よし、こっちだ。よい、耐えてみな。俺の力か。構成反応発動停止。リズムだ。バレる。いけるぞ。ひげしか無理だった。おらよ、よし、いけるぞ。まだいける。この人で ここで頑張らなきゃ。こっちはフーガの攻撃に巻き込まれる。俺たちは歩兵の相手だ。邪魔するぜ。小型生体反応を検知。しゃあねえな。よっしゃ。まだまだ行けますよね。ラッキー。いい子だ。ラッキー。出力停止。動けねえ。だと実用を許そう。ぶちかます。エネルギー残量制圧する。よい、トロコに出力停止。許そう。死ねえ。よい、警告、エネルギー調整反応活動停止。刻まうよ。こっちだ。音声反応活動停止。
撃。ラッキー。悪くない力だ。悪くない力だ。ラッキこの橋の向こうが天井です。ウィープスの奴らも出てくるかもしれない。警戒しろ。お待ちしてましたよ、ネオン。よくぞ参った。バイル帝国皇帝ボルドール陛下、
今や帝国の命運は尽きた。ゲラルト殿下と我らの姫との婚姻は叶わない。そんなことはどうでもよい。たとえここで帝国が滅ぼされようとも、レティシア王女が我が娘となることに変わりはないのだ。何言ってるの、あいつ。レティシア王女だけではない。この場にいる全ての者がやがては愛しい我が子となる。追い詰められた末の妄言という様子ではないの。ええ、あれは明らかに本心からの余裕を持つ者の反応です。ゲラルト殿下、すでに大勢は決しています。王国は帝国と講和の用意があります。どうか講和に応じてください。レティシア殿下、私は講和、何甘ったるいこと。王国と帝国は相入れない。お互いがお互いを滅ぼすまで止まらないのですよ。メア、何がお前をそこまでさせるんだ。15年前に配下病が蔓延した時、オーシディアスは帝国の窮状を見捨てた。手料理術さえいれば、私の両親は、愛する兄や姉、弟や妹も死なずに済んだのだ。それは王国だけのせいじゃ。黙れ。我が一族だけでなく、皇妃タチアナ様まで見捨てた王国を私は絶対に許さん。我が妃への哀悼の意を示してくれるこやつの意志は主として尊重してやりたい。しばし付き合ってもらおう。ネア、どうしてそこまで。ネア、族だ。王国に私が傷跡を残した。もう二度と私のような我が息子となれるはずだった男に心から哀悼の意を捧げよう。ネアンも喜んでいることでしょう。何を言ってるのよ。さあ来るがよい、レティシア王女。私は玉座で待っておるぞ。再びの開港を
楽しみにしていよう。ボルドール陛下、ゲラルト殿下、これ以上の戦いは無意味です。どうか講和を。レティシア殿下、ご招待いただいたんだ、行ってしっかり話しつけようぜ。ええ、そうですね。前方に構成反応を検知。もう持てない。ヤクザの間に急ぎましょう。ボルドール君はおそらくそこにいます。まだまだ抜けますよね。貴様の負けだ。制圧する。耐えてみな。警告、エネルギー残量。それだな。出力で止め。エネルギー残量不足。どう？これで。これって無理だったんでしょうね。なんだ。よい。対象を発見。警戒態勢を。この範囲で活動停止。決めます。前方に構成反応を検知。消える。知らないでよね。よい。対象を発見。ラッキー。対象を発見。逃げ出した兵なんてほっとけ。俺たちはボルドールを追うぞ。キーッと出てた。出てた。対象を発見。ラッキー。敵を確認。しゃあねえな。警戒しろ。よし。構成反応、発動停止。
対象を発見。ラッキを発見。対象を発見。ヴォルドール陛下。さて、ベランジェ、ガストン、ロラ、状況は刻一刻と悪化している。ここから挽回の術はあるのかな。我らにお任せを、皇帝陛下。結局王国の核はレティシア王女なわけです。彼女さえ支配下に入れればどうとでもなる。そう遠くないうちに迎えも来ます。ローラ、何ひよってるんです。もう選択の余地はないんですよ。どうしてこんなことに。
結局こいつらともやるのかよ。ロラさん。姫、少しでも疑問があるなら我々には対話の道があります。戦いだけが問題を解決する手段ではありません。空飛ぶ兵器なんかで攻め込んできてよく言いますね。ローラ、ローラ、分かっています。戦うしかないの。そういうことだ。皇帝陛下の待望のため、その特別なデュマも渡してもらうぞ。特別なデュマ、こいつに特別がどうとかあるのか。私は2つの点において他の調査型デュマと異なる。一つは思考が自律型で、原則として他のデュマとのネットワークから切り離されているということだ。私は私の判断で行動を決めることができる。他のデュマという存在も気になりますが、もう一つは攻撃型であるということだ。これまでの戦闘行動中に諸君に与えた全ての力が他のデュマにはないものだ。その力は研究に値する。普通デュマはネットワーク上の他のデュマと情報を共有し、意思決定もネットワークの多数決に依存する。そのデュマの力は私たちこそ生かすべきだ。私が君たちに力を貸すことはない。デュマを知っているなら分かるはずだ。つまりは奪えということだ。おしゃべりは終わりだ。行くぞ。油断するな。腹立ててもらうぞ。おやおや、急に裏切り者の肩を持つんですか。この一票を分かち合ったこともあった。捕まらせた夢では死ぬこともなかった。死んだら成人扱いですか。急に浅いこと言わないでくださいよ。これだから二回惑星人は。そんなに悪いことかしら。開き直るな。ちょっと申し訳なさそうな顔しなさいよ。ロラさん、話を聞いてください。あなたは黙れ。私を惑わすな。戦わなくても選べる道はあります。そんな道はもうとっくに失われているのよ。ご覧に入れましょう、カマイの剣。消え。どう。皆さんのおかげで。死ぬわけにはいかん。ここまでなのか。大佐デランジェ。どうか投降を。これ以上の戦いは無意味です。素晴らしい。人の意志の強さをとくと見せてもらった。その意志の強さに我が意志が我が身一つでどれほど抗えるか試してみたくなった。ホルドール陛下、なぜです。これ以上戦う必要などないはずです。必要があるからこうしなければならないのだ。この世界の平和のためにな。父上、もうこれまでです。帝国は。ゲラルト、これから始まるのだ。皇帝などと名乗っていても所詮は人一人。どれほどの力を示せるのか、その目でしかと見届けよ。やるしかないの。行くぞ。見事私の膝を折ってみせよ。
無理はしないで。約束。行け。どうだ。これって抜けくらたってしまうね。無理やりじゃない。制約する。まだまだ行けますよね。どうだ。さすがだ、レティシア王女。私一人ではとても歯が立たぬ。どうだベランジェ、レティシア王女、いや、この世界の者たちは実に強いな。まさかこの星の人間がここまでやると。デュマの力を差し引いてもまるで歯が立ちません。ベランジェ大佐。何よりそのデュマです。我々が知る中でも別格のデュマだ。とても歯が立たない。いいデータが取れました。どこのデュマでしょうね。お前ら一体デュマの何を知ってるんだ。機械生命体軍スコピアム。スコピアム。知らぬか、星の世界の民よ。この世のありとあらゆる苦痛を取り除き、永久の平和をもたらす素晴らしい存在だ。人間が人間である以上、一切の憂いなき楽園など存在しえません。それをあなたが言うのですね。ベグアルドのアンドロイドであるあなたが。どういう意味ですか。説明してあげればいいじゃありませんか、デュマ。あなたの役目とその正体を。その通り。スコピアムは機械生命体と有機生命体を融合し、新たな生命体の進化可能性を追求することを理念とする機械生命群の総称。私は融合の候補となる有機生命体を調査し、適合可能性を探るための調査素体だ。機械と生命の融合？そんなことが。生まれ持った有機物以外で肉体を補うことは別に不思議でも何でもないだろう。スコピアムとやらはその規模がでかいだけじゃないのか。エレナのように技術による強制進化が可能な生命体を目指しているように聞こえるが。否定する。機械生命体、有機生命体の融合により、それぞれの機能の利点を最大限に発揮する適合性が最大の目的であり、機械側、有機物側に偏った延長線上にある進化を目指すものではない。サイボーグとも違うってことか。いいえ、主客が逆です。有機生命体をベースに機械化するのではなく、機械生命体をベースに一部の機能を有機化するという話に聞こえます。肯定する。さすがアーノルド・ロボティクスのアンドロイドは理解が早い。機械がベース。携帯的な機能の到達点は一見同じに見えます。しかし生命体としての意識、つまり自己認識のベースとなる形而上的概念の獲得が、有機生命体由来か機械生命体由来かという意味で、哲学的には大きな違いをもたらします。なるほどな。人間じゃないエレナの自己認識がどうなってんのか前から興味があったが、デュマやスコピアムはそれを獲得した上に人間と融合することでさらに自分という命を進化させようとしてるってことか。おいおい、もう俺はついていけなくなってるぞ。ちょっと簡単に納得できそうな話じゃないし、俺たちでさえ戸惑う話をどうしてあちらの皇帝陛下はすんなり受け入れてるんだ。マリエル、戦績不明艦がアスター中域に急速接近しています。星系到着予想時刻は36時間後です。
何ですって。迎えが来たようだ。ベランジェ、ガストン。はっ。大佐、ガストン、一体何を。ロラ、今日までよく働いてくれた。おかげで私たちはボルドール皇帝陛下という得難い人材を得た。心から感謝します。何を言っているのガスト。あなた、まさかスコピアムに。私は最初からそうだって分かっていたはずじゃないか。皇帝陛下の身をお守りするためにも、私と大佐は身を引かせていただきますよ。ゲラルトよ、国と星をしばし預ける。レティシア王女と共に平和を打ち立てよ。そしてゆるりと支配者の帰りを待つがよい。父上。待て、逃がすと思うか。思ってなきゃ逃げようとは思いません。マリエルより秋月、今姿が消えた二人の足取りを送信してください。ごめんなさい、完全にセンサーから消えています。追跡できません。そんな。今度は何。別方向からも航宙艦が接近しています。こちらの予想到着時刻は48時間後。識別完了。ベグアルド所属、輸送艦アルダスです。兄貴だ。マリエル、お前の船のプロキシー貸してもらえるか。わかりました。マリエルより秋月、輸送艦アルダスと通信回線をつないでください。回線が開いたらレイモンド艦長のユニバーサルデバイスにも接続して。了解。もういいわよ。こちらベグワルド所属アルダス艦長、アントニオ・ローレンスだ。機関は。兄貴、俺だ、レイモンドだ。レイ、本当にレイか。なんで連邦の回線使ってるんだ。ちょっと理由があって、連邦士官と一緒に行動してる。アスター4号星の軌道上に連邦艦がいるが、そいつは敵じゃない。それより別方向から接近してる戦跡不明艦に注意してくれ。落ち着いたらまた連絡する。オーバー。おいレイ、お前またわけのわからんことを。それでだ、結局皇帝たちの追跡はできてないよな。はい、残念ですが。つまり、とりあえず勝ちか。とても、とてもそうは思えません。兄貴の船が近づいてる。この星で過ごすのもあとわずかだな。心残りがないように全部済ませてから大聖堂の会議室に行くか。